皆さんこんにちは。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今日はイエス様のお母さんマリアさんのお話をしたいと思います。マリアさんは本当に多くの信仰の試練を通り抜けてきた人です。少女マリアからイエス様が生まれた当時、婚約していたこのヨセフさんとはまだ関係を持っていない。そのような時に妊娠をしたとしたら、まあアダルティ、姦淫の女と呼ばれて、当時石で打ち殺されるような、そういう厳しい試練の中で、彼女は神の言葉を信じ、御使いを通して励まされて、そしてそれを乗り越えた。まあそうやってですね、イエス様を産み、イエス様がいよいよ救い主として30歳になって働き始める。その時にですね、イエス様がそばにいる、まあ昔と同じようにね、息子と考えたんでしょうね。ある日、婚礼の席で、まあカナの婚礼と一般的に言われますけど、一番大切なブドウ酒が切れるという時に、目の前にいるイエス様に、ブドウ酒がなくなったよって、なんとかしてくれ、なんとかしなさい、まあそういうふうな気持ちでね、親子の関係を持ち出してきたんですね。その時イエス様は何と言われたか。もう救い主として公に働いています。女よ、あなたと私は何の関係があるのか、優しくしかしはっきりと突き放しました。そして突き放された時にですね、はっとマリアさんは気づいたんですね。母が息子に対して声をかける、もうそれは終わったんだ、信者とイエス様、救い主との関係なんだ、そこに気づかされたんですね。多くの信仰の試練を通り抜けたこのマリアさん、しかしまだまだ信仰の成長の伸びしろがあった。ここで悔い改めた。この方がやることを何でも言う通りにしてください、まあ、そういうふうに言ったんですね。 Let it be、 主の御心のままになさってください。皆さん、そういうふうにしてイエス様に主人をバトンタッチした時に、イエス様が働き始めたんですね。皆さんの人生でどうでしょうか。困った時、イエス様にこうしてください、ああしてくださいというところから、あなたの御心のままになしてください、そういう祈りをされているでしょうか。皆さん、イエス様はそのことを願っておられる。手を離して任せた時にイエス様が働いてくださる。今日皆さんの問題、人生の苦しみ、心配、すべてイエス様にお任せしていこうじゃないでしょうか。みなささげまつり、わがものばなし、時はにみむねにしたがいまつら、われささぐみなささぐ、みまえに主よわれみなささぐ、すべてをイエス様に任せて、この方と共に歩んでいきたいですね。素敵な一日でありますように。ごきげんよう、またお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。